ラビットちゃんがいらないなら僕が食べよっと。はん、辛いですっていうかラビットじゃなくてビッグジャガーのショーだからな。文化祭なんてチンケなことやってる暇はねえ。俺にはロンリーウルフのレンさんみたいにでっかい男になるって目標があるんだ。ふーん、1年の僕に散々勉強を見てもらっておいて、こっちのピンチは無視するんだ。それがビッグジャガーの言うでっかい男？え、あ、いや、そのそれとこれとは別の話で。神の帝レン、どうしても生徒会の推薦を受けてはもらえないか。俺たちに白羽の矢を立てるのが間違ってるよ、こんな不良。シャニ学の文化祭か。まあシーズンだもんね。うちのはいつだっけ？一宮音也、お前は2年次なのだからそのくらい覚えておけ。あちらより1ヶ月ほど後だ。すみませんでした。ってことで時矢、次の話題どうぞ。神湯先生、ご報告ありがとうございました。では私からは委員会予算の修正案について報告させていただきます。文化祭、私はずっとこの時を待っていたのです。いえ会長。おい、ここの二人席座っていいか？ええ、どうぞ。すぐにテーブルを片付けますので。って、その声まさか。サングラスに帽子、全身を覆う真っ黒な革のコート。さては、お忍びの芸能人だな。いや違うでしょ、どこからどう見ても。静かに。僕だよ僕。現役時代に散々お世話になった先生たちがまだ在籍してるかもしれないんだ。だから変装してきたの。変装を通り越して不審者一歩手前になってるけどね。レイジは先生方と折り合いが悪かったのですか？でしたらこの機会に私が仲裁に入りましょう。なんという先生です。